悔しいことを幸せにする方法知ってる？皆さんこんにちは、川端秀夫です。今日はですね、悔しい気持ちからなんと幸せになる方法に変えられる方法をね、ちょっとお話しします。皆さん悔しいことってたくさんありませんか？で、悔しいままで終わってるからうつ病になったりとか自分のせいにしたりとかなっちゃうんですね。今日は成功者は全て悔しいことを幸せに変えてるっていうね、方法をね、ちょっとね、お話しします。例えばうちの会社のね、顧問なんですけども、なんとね、1兆5000億ね、売り上げたね、ボーダフォンという会社知ってます？今はソフトバンクになってますよね。ボーダフォンの会長の林義郎先生っていうの、義郎先生がうちの会社の顧問なんですけども、その先生は中学時代にね、あるね、女子のね、女の先生にいじめられたんです。会長はね、ちょっと貧乏だったんですね。貧しかった。だから PTA 会長の息子さんとか娘さんとかね、いろんなね、大金持ちの、子供にはその先生は贔屓をする。で、貧乏な子供には徹底的にいじめる先生で、そこで林会長が思ったのは、よし、ね、今スポーツもできない、ね、ダメ、音楽もダメだったら、頭ね、勉強の方でね、日本一になってみようということでね、点数をね、とにかく一番取ろうということで、自分から勉強したんですね。そして社会人になったら立派なね、仕事を成し遂げようということを決めて、今ではあの時の悔しさが今自分を成功させるってことをこの間言ってました。イチロー選手のね、最後の会見とかね、まあいろいろありますよね。途中のね、2000本安打、3000本安打とか、その時も本人が言ってたのは、達成するってことはその分悔しい思いがもっとたくさんあるんですよと。悔しい思いをしたからこそ諦めず挑戦してきた。サッカーの奥寺会長もそうですよね。ドイツに渡った時にね、監督、まあ、違うチームいっぱい行って、監督にこのポジションをやれと、本当はそのポジションはやりたくなかったと。ただ監督から言われて、悔しいからそこのポジションで何ができるかなってことを考えたんですね、新しいポジションで。そしたらその新しいポジションを嫌がらずに素直になって挑戦して、何度も何度も挑戦したら、そこではナンバーワンで、なんとね、ナンバーワンの賞をもらったんですね。それはわざと悔しいポジションを与えられても、それを乗り越えたら必ずいい結果があるということで、挑戦したってことです。だからいいですか、皆さんが今悔しいと思っていることは、自分の人生を変えられるチャンスで、成長できるチャンス、このチャンスをぜひね、行動して移してみてください。その先には幸せしか待ってません。だからこそね、悔しいことから逃げない、悔しいことがあったら挑戦する、ぜひね、実践してみてください。ではね、またお会いしましょう。 See you!